永井先生に来ていただきました。今職員紹介ということで、いろんな先生に質問をしていってるんですけど、はい、早速永井先生にも質問していきたいと思います。はい、はい、じゃあまず永井先生、お名前の方を教えてください。はい、永井浩二です。はい、永井浩二先生ですね、よろしくお願いします。はい、じゃあね、永井先生は普段幼稚園でどういったお仕事をされていますか？はい、赤バスの運転をしております。そうなんです、はい、そう、赤バスの運転手さんなんです、永井先生、はい、ね、赤バスのお友達ね、永井先生とたくさんいろんなお話ししてみてくださいね。はい、ね、待ってますよ。はい、じゃあ永井先生、次は趣味をちょっと聞いてみたいと思うんですけど、はい、趣味ってありますか？趣味はね、はい、今ねできないことなんですよ ね、 そうなんですね。野球観戦と甘いものを食べに行くと、はいはいはい、ね、甘いものを好きなんですね。はい、はい、特に何が好きですか、甘いものだと。あのね、最近だとね、リンゴ飴がね、はい、リンゴ飴、あのね、3月までやってたドラマのね、はいはい、あの魔王と、あの、はい、勇者ちゃんが出てくる某ドラマの中に、はい、に出てきたあのリンゴ飴、はい、あれがね、はい、お気に入りだったんですけどね。あ、そうなんですね、はいはい、ちょっとね、いろんなとこ行けないので。そうですよね。はいね、じゃあ甘いものが好きだということで、はい、あとはね、スポーツ観戦、野球、はい、野球ですか？特にね、野球ね。あ、そうなんですね。はい、ね、野球、どういうところが魅力ですか？野球観戦の魅力ってどんなところですかね？ね、やっぱりね、あの、ゲームセットになるまでね、はい、あの、分からないっていうね。そうですよね。ね、はいはいはい、本当にあれがね、やっぱりたまらないですね。なるほど。はい、ね、じゃあ、ね、永井先生もね、たくさんの趣味がある先生なのでね、いろんなお話、幼稚園のお友達も永井先生としてみてください、はい、ね、いろんなこと教えてくださいね。はい、はい、じゃあ最後に永井先生に子どもたちに向けて一言メッセージをいただきたいと思います。はい、ね、みんなね、5月からね、登園できるとね、いいんですけどね、ね、登園した時にはみんな元気でね、遊びましょうね。はい、永井先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。